ーヒー。あ、ピカさん、今日はごめんね。お姉ちゃん大丈夫？風邪ひいてるんだからちゃんと寝てなきゃダメだよ。うん、わかってる。でも神社の仕事無理で大変でしょ。そんなことないよ、お客さんもいないし楽ちんだよ。だったらよかった。やっと着いた。結構遠かったですね。けど駅から近いと興ざめっしょ。つかさ、おいおい、あれあれ来た、これ、あれ翼っす。双子巫女の妹の方っすよ。みんな、ごめんなさい。ああ、いや、ネタなんで。こっちこそ、させ、無茶ぶり成功。こんなことあるあるねえよ。いやー、でも感激っす。モデルの一人に会えるなんて聖地巡礼万歳。ここは聖地じゃなくて神社なんですけど。だから聖地っすよ。キラスター知りません？出てるっすよ。ほら、これこれ。あ、本当だ。これ、私とお姉ちゃん？ツンデレな高見萌え、俺の嫁決定だし。なら僕の嫁は翼っすよ。天然ドジッコ激萌え。高見に翼、名前までそっくりなんですね。性格も似てるっすよ。っていうか、いや、すんごいっす。まんま翼っすよ。相模さんは今日はいないの？お姉ちゃんは風邪をひいて寝込んでるんです。だから今日は私一人で。聞いたか、同志セルジャント、我らブイソトニキの出番だぞ。だあカピタン、なすべきことは一つっす。何を？これより我々モーテルロシアは高宮神社救済作戦を開始する。同志諸君、高ぶり燃えよう。いやー、作戦ってゲームとかですか？すみませんが、ここでは。じゃなくてお手伝い、神社の掃除手伝うよ。ダメですよ、参拝の方にそんなことさせられませんよ。それっすよ、それリアルで翼っす。手伝わせてください、僕に思い出をください。そんなことよりこれ見てくれ、どう思う？とてもビニール袋です。どこから持ってきたんですか？持参したであります。ゴミや落ち葉を拾うであります。社務所のとこをやればいいかな。じゃあ僕階段やるっす。本当にいいんですか？やっぱりご迷惑じゃ。だったら一つお願いがあるっす。土田君とバルサミコス飲みたいなって言ってほしいっす。いいですけど。それじゃあ土田君とバルサミコス飲みたいな。萌え、よかったな、マジよかったな、巡礼してよかったな。俺死んでもいい、一生魔法使いでもいいっす。今のでいいんですか？あざーす、一生の思い出、あざーす。行くぞ、同志セルジャント、高宮神社を浄化するのだ。すごく綺麗、本当にありが
イージーミッション大したことないっすよ。その通り、聖地巡礼におけるマナー、これが大人のマナー。でもこんなにしてもらって、それにもう夕方になっちゃったし。そうっすね、翼さん帰らないとやばいっすよね。じゃなくてお二人ですよ。こんなに遅くまで本当にすみません。ダメっす、謝っちゃダメっす。僕がやりたいだけっすから。僕は翼さんのこと大好きっす。一番燃えるっすから。ありがとうございます。恥ずかしいですよ。来た、いいよこれ。照れる翼超燃え。嫁こっちでもいい。ダメっす、僕の嫁っす。カピターンには高見がいるっすよ。それだ、作戦を最終段階に移行する。作戦って、もうお仕事はないんですけど。今度は手伝いじゃない、聖地巡礼に来た思い出作り&俺の嫁の回遊祈願だ。司さん、絵馬ください。はい、何枚でしょう。100枚と言いたいところだが、それをやったら迷惑になる。聖地巡礼はマナーが命、それを忘れたらファン失格っす。その通り、ならばこの一枚に魂を込める。ぬぬ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 ぬ、せいや。お見事、お見事でござる。カピターン秘伝乱れたがみにござる。すごい、お姉ちゃんそっくり。このちゃんよりずっとうまい。一筆入魂。この絵馬にキラスタのアニメ第2期と高見さんの回を祈願する。ありがとうございます。お姉ちゃん喜ぶと思います。そうかな、ならすんげえ嬉しいんだけど。ここに奉納されてるイラストの絵馬は全部聖地巡礼された方が描かれたんですか？もちろん、全てに魂がこもっている。ちなみに俺は5度目だけどね。カピターン、そろそろ電車の時間が。なら最後の締めだ。さて皆さんご一緒に、2杯2拍手1杯よっ。今日はありがとうございました。またお越しください。あ、お姉ちゃんからだ。はい、もしもし。あんた、まだ掃除してるの？もうそろそろ日が暮れるわよ。ごめんね、お姉ちゃん。参拝客の方が来てて。だったら仕方ないけど。あ、また熱が。大丈夫だよ、すぐに治るよ。おかしなのね。なんでわかるのよ。それはね、内緒。神社に来たらわかるよ。何それ、教えなさいよ。ダメ、直接見てほしいの。きっと元気出るよ。わかったわよ。それで明日なんだけどさ。私一人でもできるよ、全然大丈夫。じゃあよろしく。早く帰ってきなよ。明日は聖地巡礼の人来るかな。学校終わったらすぐに来てみようっと。楽しみだな。